はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、地獄みたいなデッキをねご紹介していこうと思ってまして、あのディフォーマーです。本日テーマは、はい、あの診断でね、あのアリエン強化されてまして、これ何が強化されてるかっていう話なんですけど、これねディフォーマーテレフォンっていうモンスターがマジで頭おかしいんですよ。これ何がやばいかっていうと、これテレフォンループっていうムーブができるんですけども、これ一生ですね、テレフォンでテレフォンを蘇生するっていう動きができるんですよ。これどういうことを思ってるかというと、攻撃表示の場合一旦一度自分のメインフェーズにサイコロ1回振って出た目の数から100ライフ回復して、その後出た目の数以下のレベルを持つディフォーマーを墓地から特殊召喚。これね名称単位ついてないんですよね。だからテレフォンでテレフォンを釣って、でまたテレフォンリンク素材がシンクロスターにして、またテレフォンでテレフォン釣ってっていう動きができるんですよ。これテレフォンが墓地にある状態で自分のフィールド上にテレフォンがいると無限にね、無限に湧いてきます。はい、で今回はちょっと動き方細かくは見てほしいんですけど、あのね連続シンクロをして制圧するっていうデッキにしてきました。これ結論から申し上げますと、先行1ピーピングハンデス7妨害ができます1ピーピングハンデス7妨害。ちょっとね、若干ね、盤面を作るときにテレフォンを墓地に送りながらテレフォンがフィードにいるっていう状態にしないといけないんで、これがちょっと厳しいんですよね。ここがちょっと難しいところではあるんですけど、これができた場合ガチでやばいことが起きるんですよ。ほんまにやばい。これは動きなんかキモいもん。もうもはやちょっと一回ね見ていただければわかるかなと思うので、ぜひねデュエルをまずはご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さて、世界を終わらせる展開ってやつをね、あ、いけそうだなこれ。ガジェットゲーマーに無限法要が一番きついな。法要だけ本当には効いてない。あ、大丈夫だ。法要だけはね無理ですね今このハンドだと。うららとか増字とかは全然ケアできるんで大丈夫そう。さあガジェットゲーマーの恐るべき効果を発動するぜ。このカードをリリースして手札からディフォーマー、オッケー、いいだろう、いいだろう、そんぐらいルシアル。この後のこの後の誘発は許さない。絶対にもう無理。もうこれやりません。うららとだったらいいですけど、墓穴で対処できるカードお願いします。墓穴にはいいっての強くねえのこれこれ先行でさ墓穴2枚引いてんの遊戯王うますぎるでしょ。これが遊戯王のプロってやつか。で愚かな埋葬を使いまして、で電話落として電話はい来ましたはい、この盤面作ったら世界終わります。迷惑電話無限にかけていきますで電話蘇生して、まあ要するに迷惑電話をめっちゃかけていく。で電話を墓地に送って、はい、テレフォンの効果これどういう効果してるかというと、一旦に一度ですね、サイコロ振りまして、でサイコロの出た目の数以下のレベルを持つモンスターを特殊召喚できるよっていう効果なんですね。まあ何が言いたいかっていうと、絶対1以上が出れば絶対テレフォンが特殊召喚できて、しかもテレフォンに名称単一の効果ついてないんですよ。なんでテレフォンでテレフォンを無限に釣るっていう動きが可能となってますこれがいわゆるテレフォンループと言われてるやつですね。はい、これすると何を言うかというと、今皆さんがご覧いただいているようにですね、モンスターが並びまくるんですねありえん並ぶんですね、モンスターが。ちょ見てください、この展開力、この展開力ですよ。一体何回テレフォン出てくるんだってね。無限回迷惑電話かけて、もうなんか電話代いかれんじゃねえかっていうレベルでね。はい、でアポロウーサを出しまして1回、まあこれは一応いろいろなカードのケアですね。でもちろん単位じゃありませんのでテレフォンまだまだ使っていきます。でちなみに皆さんお気づきかもしれませんが、なんとですね、テレフォンって機械族なんですよあれ機械族ってなんかやばそうだなって思うじゃないですか。機械族ってね、これいやほんまにやばくて、まあ、とりあえずこれ特殊もするじゃないですか。でこれアポロウーサが整列してるこの下でですね、ラドンが出ますいかれてません？いかれてるでしょ、いかれてるんですよこれ
あ、ちなみに多分ね、ちょっとルートまだ思いついてないけど、多分先行ワンキルとかも余裕でできます。ラドンが出るからね、この動きで。はい余裕でできるんだけど、今回は先行ワンキル型ではなくて、ね、1ピーピング半です。7妨害ぐらい構えようかと。はい、まあ、アポロンサが妨害として構え、数えられる盤面にしようかなと思ってますんで。はい、でこれガーデンローズメイデン出して、で、オライオンの効果を使い、トークンが出ると。これ何がやばいかっていうと、これね、段階的にレベルが1ずつシンクロ化できるんですよ。まあ、5出したんですけど、これまず6出すじゃないですか。で、6出てるんで、まあ、また釣り上げれば、これまた7が出ると。で、7が出て、また、蘇生して、また8が出るという感じで、どん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 レベルをね、上げていくことができるんですね。ランクアップ、シンクロチェンジです。ランクアップシンクロチェンジ。でエンシェントフィアリーとかいうなんかモンスターはちょっと新規だったから入れました。これあんま関係ないです、これ。エンシェントフィアリーじゃなくてもいいです、もはや。ちなみになんですけど、一応ね、ガーデンローズメイデンでフィールド魔法持ってきて、エンシェントフィアリーで、ぶっ壊してサーチすれば、なんか、結構やばい。ネクロバレーとかそういうカードもサーチできますよ。はい。で、一応カオスルーラー効果使うから、これは別に使われても使ってもどっちもいいんだけど、これは一応エフェクトベラとかが、手札に加わると嬉しいなって感じなんだけど、まあ加わんないか、まあいいや。まあとりあえずまあ、これは、高校持ってきて。でですね、またテレフォンで、あ、これお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんから、これ闇属性ドラゴン族シンクロモンスターなんですね。カオスルーラー君って。はい。闇属性ドラゴン族シンクロモンスターってもう、終わってんですよ。なんでかっていうと、これアビスが出てます。で、テレフォンループして、で一応ね、これアビス君後で蘇生するんですけど、ガーデンローズメイデンで、重シンクロをしていきます。でまずこのバランス、まあ一旦10はこれで終わり、10でここで終わり、10は。でさらにまだヒチューナーのねレベルの、33のトークンがまだ残ってるじゃないですか。なんでここでまあもう一体シンクロ並べていけるんですけども、ちなみにさ、これマジでサイコロが壊れた時だけ終わるわ。サイコロが壊れて1も出なかったっていう目の時だけ、蘇生できないから無理。だから投げて、その、サイコロが壊れちゃった時だけケアしなきゃいけないわ。うん。で、そう。なんでかっていうと、これ、レベル1だからさ、絶対1は出んじゃん、サイコロって。だからテレフォンは絶対蘇生できんだよ。うん。終わってるよな。で、ここと、ここと、ここ。で、シンクロ召喚。なんでこいつ中断にしたんだろうな。そして単一、名称単一好きじゃないんだろうな。こんなモンスター中断にして名称単一好きになったら終わるっていうの分かってるだろ、俺絶対。絶対分かってる。で、テレフォン効果発動して、自分の墓地のテレフォンを特殊召喚して、はい。で、カオスルーラー君の、これやっとね、ちなみに、ここでやっと、最強モンスター来ますよ。世界の平和を守るため、勇気と力をドッキングシンクロ召喚、あらあらろ、パワーツールブレイバードラゴン。そしてパワーツールブレイバードラゴンのモンスター効果を発動。なんか好きな装備魔法カードをデッキまたは墓地からいっぱい装備することができるが、まあ、今回はこれしか入ってない枠の都合上 でガーデンローズメイデンの効果発動。このカードをゲームから除外し、アビスを特殊召喚。で、これも装備して。でですね、まあ、煙玉なんで装備したかっていうと、バロネス叩き割って相手の手札をピーピングハンデするからです。で、これで、冥王結界派と、禁じ合った人雫をケアしていきました。はい。で、結界派と人雫がありますかと。イビルツインですね。なるほど。まあ、じゃあ、まあ、パスフレーズが一応手数になるんで、パスフレーズを除外しときゃいい。除外っていうか、ハンデスしときゃいいかな。これいいですね。はい。で、今何が起こってるかっていうと、まあ、アポロウサを三妨害として、構える、数えることができるんですよ。これ、なんでかっていうと、自分のもしくはリンクリボーが蘇生できるんで、バトルするときにね、リンクリボーをリリースすると相手の打点ゼロにできるんですよ。だから実質、アポロウサ三妨害として数えていいんで、これ。なんで、1、2、3でしょ、で、4でしょ、で、5でしょ、6でしょ、7でしょ。まあ、はからも一応数えれば8です。
1ピーピングハンデス8妨害プラス増殖するし、はい、これがディフォーマーデッキもうこれいいよスルーで、これがディフォーマーデッキっすわ、はい、でもうハンド見えてっから何止めたらいいか分かるんですよ、これ何止めたらいいか分かるんですよ。でこれどうせイビルツイン2体となんかなんかなんですよ、まあ、冥王結界派トップで引かれてる時だけやばいけど、それでもって感じでしょ。まあキスキル、まあ、出てくるよね。これ普通に、まあ、一応スプライトとか入ってもしれないからバロネスで無効にしてバッカしてあの消しとけばまで何もできません、何一つ。さあ返してくださいと、さあ返してみろと返してみろと、こうなるわけですよ。どうやら理解したようですね。これが遊戯王マスターデュエルです。これ This is 遊戯王マスターデュエル、先行1ピーピングハンデス8妨害遊戯王って最高だな。このデッキ展開通りさえするやつ強いけど、展開がねなかなかねあの盤面作るの大変なんだよね。いやーこれモバホンな、まだねテレホンだったら最強だったんですけどね、テレホンだったら最強でした、マジで。テレホンに機械複製術打ったら世界終わるんで、あーいいよ、エフェクトベーラーいいや、モバホンは止めていく、いいよ全然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 いい。なんでかっていうと複製するんだよまあ今なんか電話コキじゃなくてあのスマホの時代らしいですから、ね、ちょっと スマホ増やしていきましょう、スマホ増やしていくスタイルで。やばいよな。あ、増殖者、あ、全然無理。あ、それだけは無理。あ、行かれたレベルで特殊化するから無理。でさ、これさ、ここからさ、でもさ、モバホンからちょっときついんだよな。これ、普通に、モバホンだと、テレホンがなんかめっちゃ出てこないときつくて、いやー、これ意外と厳しい感じしますけども、まあ一応ね、諦めなければいける。行こう。まずはモバホンの効果発動で、ここでテレホンがめくれないとやばい。うい、あ、4結構強いよ。コキコキ電話機よっしゃー来たーやばい、一応これでもう一個拾わないといけないから、いやこれもう一個拾ったら6はいけるっしょ、6はいけるっしょ、やばい、あー来たーしゃー、これが運命力ってやつよ。これが真のディフォーマー使い。これが真なるディフォーマー使いよ。はい、これサイコロ強すぎだし、俺。サイコロ強すぎて草。で、こうして、あとはですね、まあ、おなじみのというか、おなじみのではないかもしれないけど、おなじみの動きをしていくだけなので。アポルーサーの下で、これで、同じ、いつも通りの場面ですね。もはや展開力がやばすぎてさ、展開力がやばすぎてなんかもう、余るんだよね、もはやモンスターが。モンスターがもはや余るっていう、なんか意味不明な状況になるんですよ、これ。やばいですよね。これやばいな。エクストラデッキの消費枚数やばい。残り何枚って感じだもん。ほぼ使うんじゃないかな。14枚ぐらい使うね14枚ぐらい使う、まあ、それって手札見して、あー戦闘セリオンズか、なるほど、まあとりあえずこれセリオンズリングかな、はい、で一応まあイヤホンを装備しといて、でセットして、まあエンドですね。でトラップカードとかでなんか実行勝負って言ってきてもレッドリブートって言えるんで、まあ、レッドリブートじゃなくても別に何でも止められるけど、はい、で、リングリボ効果発動して、それで実質あ全てのモンスターへの攻撃を抑制することができると、はい神ゲーはいどうぞ、あなたもターンです、対戦よろしくお願いします、対戦よろしくお願いします、デュエル3倍はい、いや無理無理無理、黙れで、1枚なんだっけ、リンケージだっけ、もう1枚、あーはいはいはい、黙れはい
しかもさ、これこのデッキ、このデッキがこの盤面さ、全部さ何でも向こうが3回あるからさ、大体止まるからさ、もうもはや無理なんだよね、これ多分何で向こう3回無理。あ、エリアゼロ、はい、どうぞ。遊戯王っておもれー。いやー、先行だったら強そうな反動、強くもねえか。ギガン2種終わったかもしれねえ。この戦争もう終わったかもしれねえ。これ何が出てくるやつ、終わったわ。出た、龍実況チャンネルおなじみゼンマイマジシャン、親の顔より見たゼンマイムーブ。もっと親の顔見ろ。ガチでやばい動きしてんな、これ何してんの。なんかやばいカード、やばいカードセットしてんじゃん。ええ、デーデーダイナマイト、それはあのボット御用達と言われていた最強のワンキルデッキじゃないですか。あ、遅いね、戻るエフェクト。あ、究極封印神か、なるほどな。いや、その3癖何、その3癖何。ろくなデッキじゃないっていうことは言えそうだけどね。え、これガチでゴミデッキじゃんこれ。え、これでも レッドリブートヒーストあったわ。じゃあ、え、これフィードバックとかいうさ、みんな覚えてる、これフィードバックとかいうなんかガチでヤバいカードでエクストラで切るほど落ちたらめっちゃ除外してさ、これボット、ボットじゃんこれ。進化したボット来た、ヤバい。デーデーダラマイと思ったらこれ。エクストラデッキ13枚にしたのプレミスギター。これはエクストラデッキ13枚にしない俺が悪いわ。